久木宮理恵は、日本の女性声優、歌手。所属事務所は、アイムエンタープライズ。大阪府生まれの熊本県熊本市育ち。1997年、日本ナレーション演技研究所主催の、第一回声優サマースクールにて、アイムエンタープライズ私たち飛びます賞を受賞。その後、ボアレーブを経て、アイムエンタープライズ所属となる。1998年、ゲーム、 エチュードプロローグ揺れ動く心の形 SS 版で声優デビュー。2008年第2回声優アワードにおいてサブキャラクター女優賞を受賞。また翌2009年の第3回声優アワードでは主演女優賞を受賞した。2013年5月30日公式ブログをスタートする。舞台出演にも積極的でいくつかの舞台及び朗読劇に参加している。 デビュー当初から性質を活かして、幼年から10代の少女役を主に演じる。後に、12国旗の大器、鋼の錬金術師シリーズのアルフォンス・エルリックといった少年役にも起用されたことで、演技の幅を広げ、様々なキャラクターを担当するようになっていった。ゼロの使い魔シリーズのルイズや、早手のごとく、シリーズの3000なぎなど、ツンデレ系ヒロインを、 複数の作品で担当しているほか、ワンセグ TV、セグネティ、ツンデレカルタ、プチプチプチ萌えといったツンデレ、萌えの要素を持つ商品に起用されるなど、ツンデレの女王という異名もある。特に少女キャラクターを演じる場合のくぎみやりの声には独特の愛嬌と依存性があるとされており、その声に愛着を感じたファンの挙動などは、くぎみやりに対する支持を表す。 くぎみや病というネットスラングで形容されることが多い。一人称は、りえ、または、私と呼ぶのが大半である。好物は、ライチレバ刺し、麺類。中でも特にレバ刺しが大好物で、高橋美香子のラジオ番組、美香子パイオパイオにゲスト出演時、クイズコーナーで、全問正解のご褒美に、一年分のレバ刺しと、希望したが、法改正によりレバ刺しが食べられないようになったため、 現在はお肉全般としている。逆に嫌いな食べ物は、椎茸とネバネバしたものである。また、剣誕家である。好きな映画は、少林サッカー。アニメは、鋼の錬金術師で、作中で最も好きなキャラクターは、バンホーエンハイム。一途な愛を捧げていった順なところが好きと語っている。その他の全般的なキャラクターでは、メガネをかけたキャラクター。趣味はガーデニングで、 ペットには、ヨークシャーテリアを2匹飼っている。高校生の頃属していた、放送部の活動である。その部員は、学校行事でアナウンスを担当していたが、ある時同級生から、司会が上手だったねと褒められ、マイクの前で話す仕事を意識し始めた。そして、昔から物語を読むのが好きだったため、声優を選ぶ。同事務所の田村ゆかり、中原舞。 上田香菜、斉藤千和、高橋美香子、桑谷夏子、二五真屋子や白石良子、那須恵美、三部祐子、小清水亜美、渡辺明の、ギ部祐子、沢城美幸と信仰が深い。また、早手のごとく。尺眼の社なシリーズで共演した、生ため瞳や伊藤生徒も仲が良い。豊口恵美と漫画家の藤美穂なと、ミュージカル同盟を組んでいる。鋼の術師、 ヘタリアで共演したボクロビと仲が良く、作中で、頬が兄役、釘宮が弟役であるため、頬のことを兄さんと呼ぶことがある。釘宮が演じるのは、鎧の体の少年という特殊な役柄であるため、収録中は声にエフェクトをかけるための特別ブースに一人でいることが多かったが、終盤では頬と同じ場所で収録をできるようになり、 同じ空気を震わせ合っているという感じが、演じていて、すごく心地よかったと述べている。超ギャルズ、言武器乱で共演した声優からは、当時それぞれにつけられた愛称で呼ばれることが多くあり、坂口大輔神谷博史からは、くぎみ鈴村健一からは、ダッチュ、豊口恵めぐみからは、サヨと呼ばれている。2001年7月から放送された、インターネットテレビ番組、 クギミやリエのシスターコミュニケーションで、自身初の冠番組にして、単独パーソナリティを務めた。この番組では、番組のコンセプトである、視聴者イコール兄、くぎみやイコール妹という設定を演じつつ、番組を仕切らなければならなかったが、多少のハプニングこそあったものの、最終回まで徹底して務めた。ザ・アイドルマスターのオーディション時、歌唱のオーディションもあり、 くぎみは、プッチモニの歌を披露した。ウェブラジオ番組、ゼロの使いマオンザラジオ、トリステイン魔法学院へようこそでは、相方の日野里氏との漫才コンビのような掛け合いを見せ、人気を呼んでいた。トラドラ、のオーディション時、監督の長井隆雪は当初、ツンデレと呼ばれるのが嫌で、くぎみを落とすつもりでいたが、実際にオーディションを行い、くぎみの演技を聞いた際に、すみません。 負けましたと思い、大阪大河役が決まる。2010年1月、自身の関連書籍の販売促進のサイン会が台湾で行われたが、地元ファン約千人が殺到して、混乱状態となり、散血などの怪我人が出るなどして、現地メディアなどで報道された。ライブやイベントなどで担当した主題歌やキャラクターソングを歌うことは滅多にないが、 アイドルマスターのライブにはたびたび出演している。2013年放送のドキドキ、プリキュアに本編途中で加入する新キャラクター、マドカ・アグリ、キュアエス役を演じる。くぎみがプリキュアシリーズに出演するのは2007年の映画イエス、プリキュアご教の国のミラクル大冒険で、キュアレモネードの偽物であるダークレモネードを演じて以来で演じることについて、 釘宮は、心から嬉しく、そして幸せな気持ちでいっぱいです。キラキラ輝ける、よう、精いっぱい体当たりで頑張ります。大役をいただいての途中参加で、不安と緊張でいっぱいだった私を、番組の皆さんは温かく迎え入れてくださいました。その優しさ、温かさに感激し、私も精いっぱい心を尽くして、取り組もうと決意していますと語っている。太字は、メインキャラクター。 映画海外、ドラマドラマアニメはインターネット配信。ありがとうございます。